うまうま、ひひーん。本日はうまうま投資、ゼニゲバうま野郎の馬がお得な楽天ポイントの投資について紹介します。ポイント投資をやってない方はぜひ始めるきっかけになれば嬉しいです。内容が役に立ったらグッドボタンを押していただくと馬が大変喜びます。それでは本日もよろしくお願い、ひひーん。はい、まずポイ積み投信とは、ポイント積み立て投資信託のことです。今回は日本一の発行枚数の楽天カードで取得できる楽天ポイントがメインの話になるんですけれども、皆さんはですね、貯まったポイントを何に使っているでしょうか。全然好きなものをですね、買ったりとかでもいいんですけれども、せっかくだったらですね、ポイント投資が面白いですよっていう内容なんですけれども、こちらがですね、1年ちょっとの馬の、ポイント投資の結果なんですけれども、ポイントのみでですね、約24万円になりました。ただですね、ポイントを消費するんでもいいんですけれども、投資によってですね、増やすことで、得たポイント以上の現金を使うことができるんですよね。で、もちろん減る可能性もあるんですけれども、元がポイントなので、全然割とですね、強気で投資できる人も多いんじゃないかなと思います。はい、ではですね、楽天ポイントには2つの投資方法があります。1つはポイント運用、2つ目はポイント投資となります。ポイント運用の方はポイントのまま投資をするサービスで、引き出しの時にもポイントとなります。実はですね、こういったポイントっていうのは相続はできないっていうところがポイントですね。そしてポイント運用はアクティブコースとバランスコースの2種類があります。そして最近ですね、新登場のポイントビットコインというですね、合わせると3種類の方法があります。でポイント運用はですね、ポイントのまま運用になりますので、非課税っていうところはいいかなと思います。ではですね、もう一つの方法のポイント投資っていうのはですね、ポイントを現金化して投資をしますので、引き出しはですね、現金となります。で購入できるのは投資信託、国内株式、バイナリーオプションとなります。で馬のおすすめはポイントのみでの投資がおすすめかなと思います。なので、投資信託っていうのが一番いい選択じゃないかなと思います。で先ほどのですね、ポイント運用の、3種類とは違ってですね、投資信託の場合だったら2680種類の中から選択が可能となります。でこのポイント投資はですね、ポイントを現金化するので、課税の対象となりますので、そこは注意ですね。はい、ではですね、ポイント投資で投資信託を買うと決めた場合に、月に決めるのが商品の方ですね。投資信託の方はインデックスファンドとアクティブファンドに分かれます。堅実リターンを狙うインデックスの方か、ハイリターン狙いのアクティブファンドかっていうところなんですけれども、馬の場合はですね、アクティブファンドを選びます。NISA枠を使い切ってるとかですね、そういったところは前提になるんですけれども、現金ではなくあくまでポイントなので、失ってもあんまり痛くないんですよね。なのでハイリターン狙いで、せっかくだったらアクティブファンドを選びます。で馬の場合はですね、一つの商品を選択してですね、もう 100% ポイントのみで投資をしていきます。で楽天のですね、投資信託の方は100円から購入が可能で、ポイントのみでも現金と合わせて100円からっていうところで OK です。で馬の場合はですね、貯まる都度に適当にですね、特にタイミングを計らずに、ポイント投資を行うことで、結果ですね、分散投資になっています。でちなみにですね、毎月ポイントを使って500円以上の購入でですね、楽天の SPU がプラス1倍になります。さらにですね、上級者の方は、1ポイントだけ使って残りをですね、楽天カード決済にして支払いにポイントを当てるっていう方法もありますが、さすがにですね、相当めんどくさいので、ゼニゲバの馬もさすがにそこまではですね、やってはいません。はい、ではですね、ポイ積み投信での馬のおすすめランキングなんですけれども、第1位はイーマキスネオ電気自動車です。今年の5月から始まった新しい商品なんですけれども、なかなかですね、尖った構成銘柄になってまして、今年のリターンだけで見るとですね、人気のレバナスのリターンも超える可能性は十分にあるんじゃないかなと馬は期待しています。そして第2位はアイフリーレバレッジナスダック100、通称レバナスです。で馬の方もですね、このレバナスの方にポイント投資をしていて、ナスダック100に連動したレバレッジ商品になりますので、比較的安心してですね、長期で保有することもできる商品だと思います。で第3位はですね、チャレンジ枠ということで、世界ブロックチェーン株式ファンド、愛称セカエルです。ブロックチェーンに関連する企業で構成されてますので、ある程度ですね、ビットコインの価格との相関性もあります。で非常にですね、このセカエルはリスクもある商品になりますので、
まあ、だからこそですね、ポイントでの購入っていうのもありかなと思います。で、この3つの商品はですね、動画の方でもアップしてますので、興味のある方はぜひ見てみてください。で、ちなみにですね、馬はこの2位のレバナスでポイント積み投資の方をやっています。で、馬のおすすめとしてはですね、ポイント 100% での投資になりますので、まだ購入していないですね、投資信託の商品で始めるのがおすすめです。で、ポイント 100% の場合にはですね、非常に握力が強くなってですね、まあ、例えばコロコロポジションを変えてですね、常に往復ビンタを食らっているような方はですね、非常にいい治療薬にもなるかもしれません。で、馬はですね、この3つの商品の中で、ネオ電気自動車の方とレバナスを保有していてですね、まあ、ここ数日の値動きの方なんですけれども、特にこの電気自動車の方なんですけれども、プラス 2.48%、 翌日がマイナス 2.58%、 そしてその次の日がマイナス 1.25% と、結構ですね、この電気自動車は、まあ、レバレッジのかかってるですね、レバナスと比べても非常にですね、大きな値動きとなっているのが特徴です。はい、ここまでですね、ポイ積み投資について話してきたんですけれども、ポイント投資をするには当然ポイントが必要となります。で、楽天ポイントはですね、通常ポイントと期間限定ポイントの2種類があって、投資の方で使えるのはですね、通常ポイントだけになります。で、通常ポイントはですね、楽天市場で 1% で、楽天カードの利用で 1%、 楽天ペイで1から 1.5%、 楽天エディで 0.5%、そして楽天ポイントがですね、つくお店の方ではですね、まあ、クレジットカード裏でもアプリの方でもいいんですけれども、まあ、ポイントカードを提示することでですね、ポイントがつきます。あとはですね、楽天銀行なんかもあります。そして通常ポイントをですね、大きく貯めるお得な方法としてはですね、ふるさと納税ですね。で、所得やですね、家族構成によっても、まあ、ふるさと納税は扱える金額は変わってくるんですけれども、まあ、非常にお得な制度でですね、楽天市場で買うことでポイントの方もですね、ゲットできます。ちなみに馬のおすすめのふるさと納税の商品は、このですね、生干しイカ5枚セット、もしくは生干しイカ8枚セット、まあ、もしくはですね、炭火焼きイカ、まあ、欲張りさんはですね、生干しイカと炭火焼きイカのセットがおすすめかなと思います。まあ、ちなみにですね、ふるさと納税とかはですね、500円以上のポイント投資で、SPU の方をプラス1倍かつですね、お得なマラソン中で、さらにですね、0か5がつく日に買うこと、まあ、これを徹底することでですね、まあ、ついでに期間限定ポイントも大量にゲットすることができるので、お得になると思います。で、馬の場合はですね、この期間限定ポイントで、まあ、牝馬さんに結構貢いでいますね。はい、では最後にまとめです。ポイント運用はポイント運用とポイント投資の2種類がありますが、馬のおすすめはポイント投資で投資信託を買うことです。そしてポイントでの投資だからこそですね、投資信託はリスクを取ってハイリターン狙いのアクティブファンドが面白いんじゃないかなと思います。そしてポイント投資のためにはですね、通常ポイントを貯めていく必要があるんですけれども、まあ、方法はとにかくですね、楽天カードを使うことです。で、複数カードを保有している人はですね、できる限り楽天カードを一本化してですね、まあ、そうすることでですね、効率よくポイントを貯めることができます。で、馬の考えではですね、ポイント投資はですね、一つの投資信託に絞って、まあ、100% ポイント投資のみでですね、運用することがおすすめです。で、ポイント 100% だったらですね、結構下落局面なんかでも割と気持ちに余裕があるんですよね。で、握力強く長期で保有することもできますので、まあ、最悪ですね、下落してもショックは少ないので、まあ、チャレンジするのはいいんじゃないかなと思います。はい、今回も最後まで見ていただいてありがひひーん。最近の馬の流行りなんですけれども、ヘライザーさんの動画にハマっています。ヘライザーさんは非常に若い女の子で可愛らしい子なんですけれども、すっごい毒舌で非常に面白い内容になっています。まあ、大体の動画がですね、2分から3分の短い動画で、まあ、ついついですね、中毒性があってハマってしまうんですけれども、まあ、馬もですね、本当ここまでハマったのってプリズンブレイク以来かなっていうぐらいハマってまして、まあ、昨日なんかもですね、そのヘライザーさんの動画を
100本連続ぐらいで見てたんじゃないかなっていうぐらいですね。もう本当にハマってしまうので、まあよかったらですね、皆さんもヘライザーさんの動画見てもらったら面白いと思います。で、馬のチャンネルでもですね、これからも楽しいチャンネル作りをしていきますので、ぜひチャンネル登録まだの方はですね、チャンネル登録の方と、まあいいねボタンを押していただくと非常に馬も喜んで励みとなりますので、よろしくお願い。ヒヒーンってこと